石山浩二です。アンティークコイン投資を極めるのコーナーです。今日も質問ですね、2つあります。1つ目、日本は他国に比べ現状インフレが緩やか、円安も含めてシェア者層にはどのような意図があるか、日本も時間差でものすごいインフレになるかということで、1つ目、日本の低金利で世界は延命、金利は資金調達コストなので実際には超安全国。2つ目、インフレは止まらない、お金不等号現物。質問の2つ目、人口丸々総数が減ればよいか選別しているか、各国に地域立場富思想老若男女環境負荷スキルと、3つ目していない地球の意志、4つ目、嘘は終わり真実のみが生き残る、それは真の強さであるということで、2つのご質問で4つのテーマでお話をしていきます。まあ、今他国ですね、まあ、日本もちょっとインフレになってきたとは思うんですが、まあ、この円安であるということが支配者がやっているのかどうかと、日本も時間差でインフレになっていくのかというのがご質問です。で、1つ目、日本の低金利で世界は延命しています。なのでこの日本の低金利があるからお金がまだ印刷されているだけであって、まあ、ここに非常に金利の部分が大きくこの世の中に関わっていると。で、金利っていうのは資金調達コストなので、危ない会社をお金集めるのに高い金利を払わなければいけないので、日本という国自体は非常に安全だから、この超低金利が未だ成り立っているというのが、現状です。もう日本国内だけで成り立っていると。なので実際にはコロナバブルで資産が2000兆円に日本も増えたので、国は2000兆円まで借金していいというのが基本的スタンスだというふうに思います。で、今これみんなこのインフレに向かっていると。で、もう値上がりが止まらないと。で、価値のあるものにお金がどんどん流れているというのが現状で、全ては当然コロナ対策でお金をあまりにも印刷をしたと。コロナバブル、お金余り、現物資産で不動産とかアートとかですね、あとオークションもので一部のアンティークコインとかにもお金が流れてきているような状態です。で、まあ、これいずれ日本も金利は上がっていくというふうに私は見ていて、まあ、この低金利の祭りももう終わっていくと、まあ、これから非常に厳しくなるかなという感じです。で、2つ目、インフレは止まらない、お金、不等号現物なんで、お金よりも現物が価値があるという状態に入りました。で、もう今インフレっていうか、これからスタグフレーションと呼ばれる、まあ、不景気なのに物価が高くなっていくということがもう見えています。で、アメリカのいわゆるツイッターから始まり、メタですね、フェイスブックとかも人員削減に入ってきたので、もうクビになってしまうとか、弱い会社はこれから倒産になったり仕事を失っていったりすることがもう世界中で起きてくるというのが今からのことだというふうに思います。なのでこのアメリカ首切りから始まっていくのが世界中のテーマと。で、日本はもう非常に素晴らしいことに雇用優先なので、低賃金で雇用優先してるから、アメリカみたいにもういい時はたくさん人を雇うけど、ダメになったらすぐクビにするから賃金が高いってことなんですね。もう後がない、生活が保障されていないから賃金が高いと。なのでお金をいっぱい払わないと人も集まらないっていう国なんですが、日本は真逆、もう低賃金で働かされていると。でも雇用は安定しているので、まあ、ここの部分で今のこのスタグフレーション上の首切りとかは日本はまだ弱いのかなという感じです。で、質問の2つ目、人口丸々総数が減れば良いかということで、選別しているかということなんですけど、まあおそらく3つ目ですね、していないと。で、地球の意思かなっていうふうに私は実は思っています。なので運命、人の運命、寿命はもうあらかじめ決まっていて、人の意思を超えており、例えば東日本大震災みたいなものが起きた時に当然亡くなってしまう人はたくさんいるんですが、非常にあの時に強いメッセージが出たと。で、亡くなってしまう人はある意味メッセンジャーの役割を持って生まれてきていると。で、あの時に一番出たのは、人はいつ死ぬかわからないから、本当に大切な人ともっと時間を大事にとっていこうみたいなメッセージが出ていました。なので、どこに住んでいてもいつ死ぬかわからないし、
昨日までの日常がいきなりなくなってしまうみたいなメッセージが出ていたので、まあ、このようなことが他にも先日のハロウィンの事故、将棋倒しもそうですし、様々な時に誰かの命を使ってメッセージが出るという感じです。まあ、今だと当然コロナのことがそうなので、今までたくさんの人と触れ合いながら普通に生きてこれたのに、感染症が広がってしまい、好きなイベントに出れなくなってしまったとか、旅行ができないとかですね、大好きな人たちの命の最後を見取ることもできないとかっていろんなことがあったと思うんですが、まあ、そのようにできているのが今のこの状態です。なので人口〇〇は支配者がやっているように見えるんですが、それはもうすべてこの地球上の総人口が配役、役を配られて演じているだけというのが私の見立て。で、何のために起きているかって言ったら、まあ、これはもう人類の進化のために起きているという感じです。なので、嘘を見極めなきゃいけないとか、感覚を研ぎ澄まなければいけないとか、本当に真実の力に目覚めなきゃいけないとかっていうのが今の状況です。4つ目、嘘は終わり、真実のみが生き残る。それは真の強さであるということで、まあ、もう今はもう完全にこれです。で、オリンピックの電通の不正問題とか、博報堂も今日捜査が入ったとかっていうことが入ってますし、ある意味このメディアコントロールしているようなメディアたちが、もうすでに逮捕の対象に入ってきたと。で、今は広告代理店みたいなところですが、これはおそらく今後テレビ局とかにも入っていくと思うので、まあ、情報操作していること自体をもう今の地球の現環境では認めていないというふうになってきました。なのでこのようなところはもうこれから潰れ始めていくと。真実とはと、まあ、バッファーですね、このなんかかさ増しみたいなことがなく演出されていないものが真実の強さなので、例えば演出されたライオンとかシャチとかサメとかいないんですね。実力で勝ってると。なのでこれからはさっきのこの一本前の動画で言ったように、親切丁寧早い実力を持った人たちが生き残ると。で、当然仲間作りとか集めが得意な人もいるし、食べ物を調達するのが得意な人もいるので、まあ、何かしらのコミュニティに入って自分の強みを出しながら、弱みは周りの人にカバーしてもらうような感じになってきているというふうに思います。なのでこの4つ目の嘘が終わりで真実のみが生き残るっていうところにも完全に入ったので、ここを周りを見るのではなくて、その自分も真実に生きるっていうことにシフトしないと選別されてしまうという感じです。そろそろまとめですね。まあ総合的なまとめで、まあ今日このお金が価値を失い、インフレというかスタグフレーションに入っていったと。なので価値のあるものにお金はどんどんシフトしていると。で、人口〇〇とか私の中ではもうこれ全く関係なく、今こそ元々の本来のポテンシャルに目覚めなければいけないと。自分の本来持っている力に目覚めなければいけないと。で、なぜこれだけ洗脳されているかというと、もう弱くなるように弱くなるように、恐怖を持つように欲を持つようにコントロールされていたからなので、ここを払い清めて修行していくと全て取れていって、親切丁寧早いが残ればこれからどんなことが起きても生きていけるので、まあその金備蓄とか食料備蓄とかいろんな話があると思うんですけども、そんなことはもう一切関係ないんですね。自分がゼロ地点、空の地点入れればこの世界クリエーションできるようになるので、そこにぜひ行ってほしいかなというふうに思います。本日の動画がためになって面白かったという人はぜひいいね、高評価をしていただければと思います。あとコメント欄ですね、今日もこれご質問が YouTube のコメント欄に入ってましたので、コメント欄にご質問とかご感想いただければと思います。あとチャンネル登録ですね、まあ、今日はまた陰謀論というよりかは真理の話に近いんですが、陰謀論から支配者論から投資の話、アンティークコインでお金を増やすとか守るとかの話から真理の話まで幅広くしてますので、ぜひチャンネル登録していただければと思います。動画の最後に QR コード概要欄に URL、LINE 上でアットマークゴールドコインと打ちますと、私が発行している LINE に登録することができます。動画1本ついているのと、今だと水曜日と日曜日に、Zoom で30分間、個別相談っていうのをやってます。アンティークコイン投資でお金を増やしたい、守りたいという人に対して、
Zoom で個別相談してますので、ぜひ申し込みしていただければと思います。まあ、Zoom わからない人、スマートフォン、タブレットだとそのままリンクをクリックするだけで使えます。ノートパソコンの人も基本的には大丈夫と。でデスクトップの人はマイクがないと使えないので、マイクだけはご用意していただければと思います。本日の動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。